はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチーです。で、今回素敵なゲストを来ていただきましたということで、自己紹介お願いします。ハラちゃん、ブレイクスーさんです。今回なんですけど、すぐ連絡ちょっと聞き消してください。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。科学的ななんか誰にでも共通するような勉強方法を紹介しつつ、それと一応僕は早稲田大学の正式に言うと先進理工学部及び物理学科っていうところを首席で卒業しておりまして、まあ自分で勉強頑張ってきた経験もあるので、それをミックスしつつ絶対にみんなに共通して通用するであろう勉強法っていうのを配信しつつ、たまに面白い動画も配信しつつ、絞れた系のちょっと動画も配信しつつ頑張っておりますので、ぜひ僕のチャンネルも見てくださればと思います。概要欄に貼ってください。よろしくお願いします。高校の時の成績とか出してるじゃないですか、ね。はい。はい。もうね、驚きしかない。何ですか。あ、大学の成績とか驚きあったけど。ああ、そうっす。なんか、突き詰めたり極めたりするの結構好きなのかもしれないですね。勝手なイメージとして、はい、もう勉強は常に大好きだった。学生時代を思い浮かべるわけですよ。はい。正直言って、勉強は全然好きではなかったです。むしろ。ああ、そうなんですね。嫌いっていうわけでもないですけど、はい、好きではなかったですね、全然。あ、そうなんですね、はい。学ぶことは好きなのかもしれないですけど、はい、だからそういう、なんだろう、定期テストとか、はい、まあそういう決められた範囲を勉強しなきゃいけないっていうのは、実はそんなに好きではない学生ですね。小学校の成績は別に勉強はできたはできた。僕4歳ぐらいの頃から公文に通っててですね、はい、その公文に通ってた時も本当に泣きながら公文に行って勉強してたタイプ で、はい、全然勉強が好きっていうわけではなかったです。まあでも公文に行ってたんで、はい、その分算数とか数学とかは他の子たちよりも上の学年の勉強してたんで、その分勉強まあちょっとできてたかなっていうのはあるんですけど、全然好きでもないですね。あ、はい、そうなんだ、はい、今って結構勉強好きですよ、はい、今は好きです。好きですよね、もちろんそう好きなんで、ね、その勉強がその好きっていうか、こう好意的に思うようになったらどの辺からなんですか。自分の興味のあることに関する勉強はすごい好きなんですよ。でも子供の頃からそれはずっと変わってなくて、わかりやすく言うとポケモンとかそういう攻略本とかの、はい、なんかポケモンの種族値っていう値があるんですけど、はい、そういうのを調べて、そういう値を子供の頃からすぐ頭に入るぐらい読み込んだりする勉強とかは好きだったりして、今も勉強法を調べたりするのを結構僕の中で趣味だったりするんですよね。どうやってもっと効率よく頭に入れることができるのかっていうことを調べたりするのも結構趣味のうちなんで、そういう自分の興味の対象に関する勉強は結構好きです。中学の頃、はい、学年で一番って変わらないんですよ。公立だったんですけど、学年では絶対一番取れなかったんですよ。一番ってすっごいエグいやつがいた。そっか、佐々木さんから言ってもエグいのがいた。そう、エグい人がいた。500人ぐらいいるんですけど、上位100人ぐらいに入ってたら早稲田の好きな学部選べるよってことだったんで、上位100番に入れるように勉強しようと思ってめっちゃ頑張ったんですよ。そしたら最初の定期テストでクラス1番を取ることができて、すげえ、まあ、マジかってなって、よっしゃってなって、で僕は結構負けず嫌いところがあって、3人兄弟の末っ子、3人男兄弟の、そうなんですね、そうなんですよ、末っ子で、本当に昔からゲームでも絶対に負けたくないみたいな、ゲームで負けたら喧嘩になるみたいな感じの負けず嫌いだったんで、そうなんですよ。それで1回目に立ったら、もうそっからおっ、なんだろう、3位とか4位とかなるのは自分としては許せないなと思って、それの影響でそのままトントントンと、でそれが成績につながるんですか。そうです、そうです。僕の動画でも紹介したんですけど、僕の動画の宣伝になっちゃうんですけど、全然全然10分休憩勉強みたいなのをしたんですよ。これどういう勉強かっていうと、はい、勉強する取っかかりってすごい難しいと思うんで、はい、これ10分休憩勉強って10分の休憩に重きを置いてるんですけど、はい、勉強時間は本当に1分でも2分でも5分でもいいかなと思って、それなんでかっていうと、やっぱり1分2分3分勉強するだけで、はい、作業興奮っていうのがあって、ちょっと勉強したらもうちょっとやってみようかなっていう気になると思うんですよ、うん、勉強時間をあえて決めずにすごい最低限のハードルにしておいて、はい、でそれで勉強して、でちょっと疲れたら10分休憩する、うん、人間の記憶って休憩してる時に長期記憶に定着されるんですよ、うん、それとともに疲労回復してみたいな感じで、うん、
だから勉強して疲れたら10分休憩して、うん、勉強して疲れたら10分休憩してっていうのを繰り返すっていうのをすごいずっとやってました。それっても自分で編み出した感じですか？そうですね、自分でなんかもう勉強していくうちに、どういう勉強法がいいんだろうってことを常に考えながら勉強しましたね。自分で勉強法を極めていくことも好きだったのかもしれない。あ、すげえわかる、それ。そうですよね。別に答えはないと思ってるんですよ、はいはい、で多分同じタイプで自分もとにかく自分は楽して勉強したかったんです。そうですね、もう余った時間ができればそこを好きなことにやりたかったし、うん、だから短い時間でとにかく吸収率が上がるような勉強をしたかったんですよね、うんうんうん、で突き詰めてって結局自分のやり方が出来上がった感じなんですけど、はい、どうしてもこういろんな知識、こうどうしたらいいんですか、どうしたらいいですかって、はい、いろんなものを吸収してってるんだけど、はい、でも結局やるのは自分だからっていうのをすごく感じるので、吸収して1個吸収したら1個やってみて、そう、それ合ってるかどうかでそれを取り入れるかどうかを決めて、うん、でそれで自分の勉強法なりを確立していくっていう、そのプロセスが結構大事なんだなと思ってて、うん、楽しくないですか？そう、それが楽しい、それが一番楽しい、楽しい、そうそうそうなんか昨日やった勉強法からちょっとかアレンジしてみて、そうなんですよ、こっちのねってなってくれて、あの快感が、そうそれですごいね、みんなにも感じてほしい、それを与えたいっていう思いもあって勉強結構喋りますね。そうそうそう、実践してもらうためにいっぱい研究調べるじゃないですか。そうですね、めちゃくちゃ調べてるんですよ。そうですね、1本の動画で 3,4 時間ぐらい調べてますよ、僕。だから本当に見る価値が思ってるぐらい、そう、本当そう思いますよ、本当に見てほしいです。そんなにちゃんとした理由もなく、はい、あ、そうなんですか、ね、そう全然ちゃんとした理由もなく、数学も得意だし、はい、物理も好きだし、はい、物理やろうって感じですね。そんな感じです、全然。あ、そう、ね、全然ちゃんとした関係も何もなく進んでますよ、僕も全然。そうなんですよ。そうなんだ、うん、そんなもんですよ、多分周りの見た方がちゃんとした考え持ってたと思います。へえ。僕なんかやっぱ理系なんでよかったなと思いましたね。まあ、早稲田って政治経済学部とかすごい花形って言われるので、付属の高校で結構上の成績を取ってる人って政経に行く人が多いんですよ。で僕もそれに引っ張られて政経行こうかなと思ったこともあったんですけど、お前めっちゃ数学得意なんだから理系行った方がいいよってなんか友達にめっちゃ言われて、それで、ああやっぱそうだよな、俺数学好きだしなと思って理系選んだんですけど、やっぱ理系選んで僕は良かったって思います。だから自分の好きな得意なことを活かせる学部学科に行って僕は良かったなと思います。苦労した分、はい、自分に生きてるなと思います。理系で6年間めちゃくちゃ勉強して頑張って苦労した分、今の動画とかにも活かせてたりする面もあると思うので、選んで良かったなと僕は思います。僕はモチベーションが多分下がるタイプだと思うんですよね、何もし対策とかしてなかったら、はい、例えばスマホがその辺にあったら、はい、触ってしまったらずっとスマホをガーッて見て SNS でツイッターシュパシュパずっとしてシュパシュパして、ずっと時間を過ごしてしまったりするタイプだと思うんですけど、はい、そういうタイプだって分かってるからこそ、はい、そうならないように努力してるって感じです。動画とかでも言ってるんですけど、はい、スマホとかもう家のコストに縛ってて、そんなことする人多分あんまいないと思うんですよ、ここまでする人。そうしてしまえば、やれることは動画撮って撮影して編集することしかないんですよ。でそしたらもうそれしかないからそれをやるみたいな、そういう枠を立てるように努力してるって感じです。その環境を作ると思うんですね。そう努力で自分のことをちょっと律して自分を知って対策ってやってきた。完全に僕努力型です、もう本当にそうガチのもう努力しかできないと思ってるんで、周りの学生と比べて秀でてるっていうわけでもないってことを自覚して、でそれでも自分は結果を出したいってな思いがあるんで、だからこそ俺は努力するしかないと思って、それで人一倍努力できるように努力してるっていう、それだけの人間で努力ができる環境を作る、はい、そういうことです。はい、行けるとこまで行って、影響力持ってるとこまで持ちたいっていうのがやっぱり一番です。勉強法とか最近上げてるのはなんか大人になるにつれて社会のためになるじゃないけど、そういうことも やっときたいなっていう思いもあったりするんで、面白い系も僕は好きなんですよ、もう好きで視聴者の方を求めてくれるんですけど、でそれもやっていくんですけど、今後も僕の勉強の動画を見てすごい参考になりましたっていう声をすごいいただいたりするのがやりがいになりますし、僕としてもすごい
嬉しいので、やっぱ僕が今までの経験を含めた動画なんで、そういうのをお届けできてることがすごい僕としては嬉しいので、やってるって感じですね今。僕は楽しい動画を上げつつ、ためになる動画を上げつつ頑張っていきたいです。10年ぐらい先生とかってそうだけどね、もうね。いや、まあ、真面目に話すとかすごい、はい、真面目な場面で真面目に話すと結構、はい、恥ずかしいんですよ。